皆さんどうもお疲れ様でした。まあ、今日誕生日での一着ということで、こうやっぱ気持ち的にはどうなんこう。全然気にしない、してないです。ま、周りからもこうなんかあったとか。いやもう僕何も言わないですし、もうないと思います。スタンドってのはどうだったんですか。スタンド分かってないと思います。さて、まあ、レースはしっかりそこで一着なんですけど、なんか増木選手との連携というところで、まあ、前回前橋でも一緒に組んでましたけど、まあ、その時にちょっと失敗してしまったんで、まあ、そういう反省も踏まえて、あの車間の釣り方なり考えてやったんですけど、まあ、増木が3着になっちゃったので、まあ、その辺がもうちょっと僕の技術と心の余裕が必要だなと思います。増木選手とは何度も組まれてきました。この骨折明けの増木さんというのは組んでてこうやっぱパワーというのは戻ってる感じ。まあ、前回の前にワイヤー抜いたみたいな、それからすごい強いです、ね。まあ、ついてて違う感じなんですか。まるで違うというか。いや、まるで違います、はい、その辺を踏まえての今日のレースという。まあそうです、前回からも踏まえて、ご自身の中ではそのご自身の体ですね、感覚だとかその辺というのは特に変わらずというところ。あ、まあ、あの腰痛が治ったわけではないんですけど、うん、あの自転車乗ってる感覚はだいぶ踏めてきてるので、うん、まあ、あのしっかり戻していきたいなと思います。またこの難しい東と西で分かれてのポイントって難しい部分であるんですけども、はい、この戦い方っていうのはこうやっぱり毎回経験されてて、どうですかこの精度ってやつか。いや、まあ難しいですけど、まあ、ここ最近の記念で関東で列戦で走ることとかもあったんで、そういった意味ではまあちょっと慣れてるかなっていうような感覚はありますけど、やりづらいですね。地元だったり前橋だったりって、まあ、あれがこう連続するわけですもんね。まあ、でもそれで結構失敗を繰り返してたので、まあ、そういうところが生きればいいなと思いますけど。結構やってますもんね、はい、記念の決勝ですもんね、あれ、はい、よし、また明日以降いいレース、はい、期待します。頑張ります、ありがとうございます。